こんにちは。今回は2024年度東山中学校の入試問題から平面図形の面積を求める問題です。問題の内容を確認しますね。図のように正三角形と直径が6センチの半円ですね。半円の直径がこの正三角形の頂点。そしてもう一個の端っこが正三角形の辺上に来るように。こういう風に重ねています。この時2つの図形の重なっている部分ですね。この部分の面積を求めてください。こういう問題になっています。それでは今から問題を流します。問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきましょう。半円が斜めになってちょっと見にくい図形なんですけれども、まずは定石通り、半円の中心と特別な点ですね。これを結んでいます。特別な点って言えばこの場合、ここですね。こことここ。これを中心と結ぶとだいぶ見やすい図になります。こういう図になりますね。ここの角度ですね。これが正三角形の一つの角度。60度から15度を引いて45度。で、こっからここまで半径ですね。ここの長さとここの長さが等しいですから、これ二等辺三角形です。この二等辺三角形、ここが45度で、ここが90度。これが直角二等辺三角形っていうことがわかります。ここの覆い型とこの三角形ですね。この三角形からまず考えていきましょう。ここ60度です。ここ60度でここ15度なんで、足して75度。ということは、この三角形のこの外角ですね。ここの角度がこれとこれを足した75度。ここが75度っていうことがわかれば、これ半径、これ半径ですね。だからここも75度。これ足して150度なんで、ここ30度。っていうことは、ここ60度。こういう風に分かりますね。これで求めたい部分が3つの部分に分かれました。これが一辺3センチの直角二等辺三角形です。3×3÷2。これと三角形から合わせていきましょうか。この三角形、有名な三角形ですね。ここ底辺としたときに高さがどうなるか。これ抜き出して書いてみると。こういう三角形ですね。高さはここからここまでの長さになります。この高さを考えるときに、この三角形、こっち側に折り返してあげると、30度、30度で60度、正三角形になりますね。ここが3センチ。ここが3センチ。3センチの半分ですね。1.5 センチメートルになります。ということは、この三角形、3×1.5÷2 ですね。最後この覆い型ですね。半径3センチで中心角が60度の覆い型ですから、3×3×3.14。60度っていうことは6分の1です。あとは順番に計算していったものを足せばいいですね。これが 3×3÷2、4.5 ですね。4.5 と、これが 2.25 ですね。2.25。あと 3×3×6 分の1が先になりますね。1.5×3.14 で 4.71。これ順番に出していけばいいですね。ここが6。これが14で1繰り上がって11ですね。ですからこれ全部計算して 11.46 平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。